ルタ、聖書ルター聖書は、マルティン・ルターによる、ヘブライ語及び古典ギリシア語からの旧約聖書と、新約聖書のドイツ語訳である。まず、ルターは、独力で、新約聖書の翻訳を行ったが、旧約聖書の翻訳に際しては、カスパール・ワクイララ複数の専門家から助言を受けた。新約聖書の翻訳においては、特にブルガータの影響が強く感じられる。 翻訳に関する書簡の中でルターは自分の翻訳原則についての釈明を行っている。幽霊な翻訳を志した一方、聖書の文面が格別深い意味を表しているように見える部分ではすべて直訳がなされたというのである。ルターはその死に至るまで自らは結構開講し、またそれぞれの番に序文を付した。ルターの死後、ルター聖書のテクストは 出版社の C に任されるようになった。これは何よりもまず聖書法に関することであるが、それだけではなかった。19世紀後半になって、初めてテクストは統一を経験することになった。ますます、ルターの明らかな語訳が目につくようになったのである。語訳はルターが古典古代世界や古代オリエント世界について、専門知識を書いていたことによるものであった。しかし、 とりわけ重要なのはテクストの基礎が一変してしまったことである。ルターはいわゆるテクストスレセプトスをもとに翻訳を行っていた。これはビザンツ帝国時代に統一されたものであり非常に普及していた新約聖書のテクストであった。これに対してテクストクリティークによってより古い時代からの多数のパピルス断片が集積、評価されたのである。 これらは部分的には別のテクストを提示するものであった。決定的かつ学問的な新約聖書のテクストであるネストレア・アラントにはこれらのパピルス断片を参照した上で寄贈された古代の写本には全く寄らない混合テクストが含まれている。こうした学問的なテクストは重要な現代聖書翻訳の基盤となっている。にもかかわらずテクストクリティークを全く拒絶し、 伝承テクストの文面を霊礼に満ちたものとみなす諸グループも存在する。1975年の修正ではこの問題についてはもはや触れられず、代わってルター聖書を現代語の慣用に近づけることが図られた。例えば、光をセェフ,フェルの下には置かない、心境動薬、ともし火をともしてマスの下に置く者はいないということわざ的な言葉は削除された。 穀物の計量器としてのセフフェルはもう知られていないからである。大体としてアイマーが用いられたため、1975年の翻訳はアイマー聖書の名前を持つことになった。しかしながら1975年版テクストはクリスマスの総和の部分において多くの読者が暗記するほどを愛好していた文面に介入してしまったため、最終版として成功することはなかった。 この事情は同時に、なぜ1984年の修正があれほど成功したのかについても教えてくれる。1984年版は、よく知られていない箇所では、学問的厳密さにこだわって、ルターの文面から隔たっており、装飾過剰な構文を解消してしまっているのだが、クリスマス層はその他の愛好されてきたテクストには、一切手をつけていないのである。 ボルムス帝国議会からビッテンベルクへの帰路、誤ってザクセン選定校、フリードリフ圏校のものであると考えられている。誘いによってバルトブルクに招かれた後、当地でユンカー・イールクとして潜伏しつつるターは、聖書翻訳を開始した。1522年9月には、翻訳が完了した新約聖書が大盤で印刷されたが、すでに同年12月にはテクストが開校され、 差し絵も訂正されている。その後数年にわたってこの聖書は少しずつ拡張され、開講されていった。1524年10月には、もうセ五書、歴史書、史書が完成され、おそらくは1526年3月に夜長き、1526年6月に幅くく書き、1528年1月にゼカリア書き、1528年10月に イザヤ書きが完成している。1529年、新約聖書が基礎から構成され、1530年には最終的な編集が行われた。書書への取り組みはさらに進み、同時に注釈作成も行われた。1529年6月には、ソロモンの知恵が、1530年4月には、ダニエル書きが交換な注釈符の助言とともに完成され、 同年6月には、エゼキエル書の注釈付きの38章、39章が成立した。1531年には、紙編が新たに最終的な形で作成された。1532年3月、ハンスルフトは予言書を印刷した。翌年の1月には、白の書が、その後すぐに第一マカバイキが、スザンナとダニエルの話及び、ベルトリューの話が補われて、 ルターによる第2版として完成された。1533年には完全版への直接的な準備があり、そこでは旧約聖書のーセ語書、歴史書、詩書、中でも創世記のさらなる構成が行われた。1534年の10月4日から11日にかけては、ミカエルミサが開催されていたが、 そこで900枚の未成本の完全原稿が6部構成で、それぞれにタイトルページとページ番号がついた形で登場した。もう瀬語書、歴史書及び書士書、予言書、外典、そして新約聖書である。1545年、ルター自らによる最後の修正が行われた。数世紀にわたってこの聖書は印刷者や聖書協会によって、 各自の判断に基づいて現代化されていったため、19世紀末には将来的に統一的かつ構成されたテクストを普及させることが不可欠になった。その際に問題になったのは聖書法である。ルター聖書が学校教材として使用される以上、教師が書き取り試験の際に間違いとして罰をつけるであろう文章を生徒は読んではならなかった。このため、 1861年及び1863年には統一的な聖書テクストの決定について合意され、10人の新学者に新約聖書の工程が委託された。1867年、試験的に新約聖書が編纂され、この新約聖書は1870年に最終的に完成された。しかし、初めて完全版の試約聖書が登場したのは、 1883年になってのことであった。1892年には最初の教会の名における改定が終わったと説明された。1912年には二度目の改定があった。こういった聖書の諸版はビザンツ帝国のテクスト、すなわち古代後期に統一された新約聖書の形態から出発していたが、より早期のパピルスの評価を通じてなされたテクスト、 クリティークによって、現在の学問的編集の基盤となっておりかつこれ、以降のルター聖書の工程において参照されることになった、より古いテクスト形態が確定された。1956年に新約聖書の工程は終了し、1964年には旧約聖書の工程も終了した。1970年には外転についても終了し、その5年後には、 旧約聖書についていくつかの変更がなされたが、この際には2カ所の教会とオーストリアにその導入を拒絶されている。1977年、ドイツ福音教会の諮問会議は、前回の新約聖書工程での根本的なテクスト変更を取り消すことを決定した。これらの復古的なテクスト形態は1984年に新約聖書第3版として使用が開始された。 その他、聖書の人命の処方が聖書全体について新たにルール化されてもいる。1975年の皇帝では、プロテスタントカトリック合同委員会が聖書中の固有名詞の処方について一貫して責任を負っていたのであるが、1984年のルター聖書では、あまりに多くの変更を教会信徒に対して要求することはできないと考えられ、 多くの名前表記に際して、再び古来のルターによる処方が使用された。ナザレットではなくナザレス、カファーノムではなく、ケーパーナム、エゼキリットルではなく、ヒジキアル、ルジャブではなく、ユープといった具合である。このようにして、独特な混乱が生じてしまった。名前が現在では、一般的なものとは考えられ得ないような、古くからの境界統一的ではない処方で書かれる。一方、 84年版、ルター聖書では、多くの著名な名前がロックムガイドラインの形式で収録されているためである。例えば、ルツラとヨナタンヨナタン、エステルエステル。1998年、非公式の改訂版が出された。これは、旧約聖書を1912年のテクストのままにしておき、新約聖書は編纂者の目に必要と思われる箇所に、 ついて、伝承テクストによって肯定するというものである。1999年には、新聖書法への転換に際して、わずかな箇所のみ1984年の公式改定から修正され、聖書研究の最新の知見が盛り込まれることとなった。1545年版、ルター聖書の名のもとに、ミハエル・ボルジンガーは、ルターの1545年のテクストを蓄語的に、 今日の書式に書き改めるという目的を持った改訂版を発表している。この主にインターネットで普及している改訂版は、しかしながら、ルターの手による最終版に基づくものではなく、さらに後の原稿によるものである。いわゆる中核部分、つまり太く印刷された聖書の宿は、その大部分が初期には検診令を受けた少年少女によって暗記されていたものであるが、これらは、 ルター聖書の特徴を成している。ルター自身が聖書の個々の部分を印刷に際して強調したのかもしれないが、この中核部分それ自体は非常に能動的に聖書普及のために努力し、中核部分によって人民にいくつかの黄金祝をもたらそうとしたビュルテンベルク経験主義の遺産なのである。聖書中の相関関係においては副次的でしかない文章が 牧師のメンタリティに合致した場合、そういった部分が中核部分に入れられてしまうということで批判に火がつくことがある。それほど中核部分の構成はすべてされてきているのである。ルター聖書のさらなる特徴は、いわゆる旧約聖書の外典を切り離したことである。ルターはによる後期の翻訳は、再びユダヤ共生点の範囲を取るようになっていた。しかし、 ルターは外転をも翻訳したのであり、外転を教義の聖書の中に、すなわち二つの聖書の中間に置いて、外転についてもまた説教を行ったのであった。三番目のルター聖書の特徴は、彼の意向に基づいての新約聖書の書文書の配列である。ルターは自分が神学的に疑わしいと考えた書文書を新約聖書の最後にずらしてしまった。 マルティン・ルターの聖書翻訳は、ドイツ語への最初の翻訳ではなかった。すでに10種類の翻訳が存在したのである。ルターの業績は、一方では、文章構成において、民衆の口に示したこと、すなわち交互に近いような、短くて、眼畜のある文章を創造したこと、そして他方では、官庁で使われる統一的な言葉、つまり、一般的ドイツ語を採用したことにある。 ルターは古代の文体論や修辞学の遺産を好んで用いたが、このことは彼の聖書が記憶に残り言いやすくなることに本質的に貢献したのであった。ルターの言語は東中部ドイツ語であったが、ルターは言葉を選ぶ際には常にフランク地域に赴き、そこでは東中部ドイツ語の単語が通じないことに何度も気づかされ、単語を高知ドイツ語で理解しやすいように変更した。 それゆえ、ルターは、個人的には、マグジ君、少女と言っていたが、聖書の中では、メクトラインの語が書かれている。ルターの故郷から出ていることわざ的になった語は、少しばかりの寄付をする、神経動薬、レプトン動化二枚を入れるという言い回しであるが、シャフというのは、エアフルトの小銭のことである。ルター聖書が好まれたために、ルター聖書に強く一挙している聖書を、 カトリックの神学者が購入したものの、当然のごとく、異端者の名前をタイトルページから削除したというようなことも起こった。こうした知的財産の盗用にルターは抗議した。ルターは自身の翻訳の広範囲での普及を通じて、初期進行ドイツ語の成長に対して一定の影響力を有したが、この影響力は長きにわたって過大評価されてきたものである。ヤーコップ・グリムは、 信仰ドイツ語は実際にプロテスタント方言とみなされうると判断を下した。ルターが純粋に新しく作り出した諸語やルター聖書によってルターの東部中ドイツ語という発祥の地を超えて長域的な意味を与えられた諸語についてであればこのことは妥当である。しかしルターの聖書法については該当しない。ルターに排除されたポメラニア人がルター聖書を 低地ドイツ語に訳したにもかかわらず、ルター聖書の権威はプロテスタントの北ドイツにおける低地ドイツ語の抑圧に寄与したのである。ありがとうございます。